とアンジェラさんとお会いさせていただきました一応学年でいうと福山雅治さんとね今度は2月生まれやから2月生まれやから早生きやから若干あれですけどなかなかあんまりいくつらいのもね恥ずかしいんですけどまあ分かりやすくから今年は区切りのいい年みたいですねそうですねあとすいません今日ね皆さんのカバーをあとでちょっとカバーの話をさせていただきたいな今日聞きながらちょっと良かったなと思ったんですけど僕はすいませんちょっと今日カバーちょっと用意しなくてねオリジナルばっかりですけども、知らない曲ばっかりですけども聴いてくださいでは1曲目はフレンチトーストという曲から「そんな夢こそかわいい声」「この声」
切る暇がないんですよ。忙しいねんな。忙しくない。あの別にあのライブをしまくライブがしまライブをしまくってるわけでもなんでもないんですよ。単に。今日3件目やでライブな。今日あこれ今日はたまたまですやん。今日たまたまあの今日たまたまなんです。今日ほんまここにもう命をかけて一生懸命と。ほんまですよ。でまあまあそんなのどうでも髪の毛切れないんですよ。本当に。次もオリジナルなんですけど、あまりライブでやるような曲ではないんですけどね。あのなんかちょっとやってみたいな。あまりこうやらないテーマはちょっと重いんですけど、そうそう、あのこれはね、友人がね結婚するときに作ったんだけど、その友人が訳ありでね再婚やったんですよね。再婚の友人がまあまあおめでたいなと思いながらも、ちょうど言えばこんな人生あまりないから、ちょっとそれ材料にして曲作ったらかっていう、その浅はかなちょっと自分の気持ちも入れながら作っていくです。たった一つの宝物という曲です。君への思い
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、気持ちよさを歌ってるでしょうもね、皆さんをぐわっと置いていきながら自分だけはもうガレッひしひし感じながらございますね。そんな感じでオリジナル曲2曲やらせていただきましたけども、先ほどね、あのカバー曲をね聴いたし、もう好きな曲が何曲か、特に思い出深い曲を言うとね、あのアンリさんの砂浜ね、あれ僕ちょうど学生じゃ高3やったかなと思うんですけどね、高3やったか、あ、じゃあ大学やな、大学で車の免許取ってね、当時車の免許なんて昔今みたいにダウンロードできないですから、なんかベストヒットみたいな自分でテープ作ってね、あのサマー版で作ったの手に入れました、あの砂浜をそれ入れて何すんねんって、まあ、女の子ねみんなで乗せて、あのクリスマスバージョンの曲とか夏のビーチバージョンとか、そんなテープを作った時のビーチバージョンの、B 面の2曲目とかあの砂浜でした。それと福山さんの You っていう曲ね聴いた時に、あの曲は僕はものすごく常盤貴子さんが大ファンなんですね。で常盤貴子さんのドラマって愛してると言ってくれとかビューティフルライフなんですけど、ファンの中では結構巡り合いっていうドラマがすごく、あのこれはダンサーになる人の夢、あのドラマなんですけど、これがあの先ほどの You っていう曲が挿入歌でね、相手が福山雅治さんで非常にかっこよかったんです。もうそれ97年か8年ですけどね、もうつい最近のようですけど20年前ですよ皆さん、分かってますか。もうね、早いですねほんまね。連休終わりますと皆さんあのカレンダー通りでしょうかね、仕事をね行かなあかんということで、僕もあんまりあの仕事はまあ前向きには行っておるんですけど、いわゆる僕あのサザエさん症候群っていうのをよく昔かかってたことがあってね、あのもうサザエさんが流れるともう行きたくないなというような、あそんな曲を作りました。モーニングブルーということで、目を閉じて一日を見ようとしないのに。
ええ歌、ええ歌、ありがとうございます。うまいです、うまい、歌うたい、えめちゃくちゃええ、ありがとうございます。あんまりそんなことを言うてもらう曲ではなくて、まあ、たまたまね、いつもそんな言うてるやん。ちょこれはやらないよね。これはありがたいことに先ほどやってもらったアンジェラアキちゃんが、まあ、これ結構いいよって言ってくれたから、あんまりやれられてないんで、ちょ今なんかめちゃくちゃいっぱい間違ってます。これがオリジナルのええとこで、歌詞は1番2番テレコにこうシャッフルしてます。あれなんですけど、いっぱい間違えましたけどね。そんな言うと思ったら嬉しいですね。ありがとうございます。プレッシャー変わりますやん。もうセットリストは変えないつもりで言ってますけど、じゃあね、ちょっと、まあ、地味な曲なんですけど、これはどっちかというと僕は好きなんですけど、あんまり地味やねって言われたけど、でもありますよね、皆さん、オリジナルやる人自分は好きなんだ。自分はこう思いを込めて歌詞を書いてメロディーも書いて、あ、いいやんと思ってるけど、なんかもう一つ何回やっても新曲とか言って印象入れへんのかみたいな曲なんですけども、そんな曲でございますよ。いつか明るい光という曲でございます。これ結構自分の中ではメッセージソング、特にそうですね、今、隣国では非常に、ね、なんかややこしい話し合いが進んでますけど、まあ、そういうことも含めた曲でございまして、いつか明るい光という曲でございます。
曲だけお付き合いくださいませ。もう一曲だけお付き合いくださいませ。非常にね、明るく迎えていただきましたけど、初めましての方もいらっしゃる、お前誰やねんというところがスタートしまして、どうやら50歳だったのかな、バレました。おっさんやというところ。そんなところだったんですけど、今日は非常にいい、ね、気持ちのいい歌を聴かせていただいて、これで、最後の方にようやく渡せるなということで、別にちょっと今日されるわけでもなんもないんですけど、こんな感じでやりたいと思います。今日はどうもありがとうございました、藤木でした。最後はこういう気持ちワクワクするっていうようなところを気持ち華やぐというんですが、気持ち華やぐこの場所にという曲で終わりたいと思います。藤木でした。